何もかも消えてなくなればいい。静か千年桜。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。おお、こいつが邪気の親玉か。へっ、相手にとって不足はねえ。行くぜ。覇王丸 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。許せぬ、この世がそなたか。憎い、憎い、憎い、憎い。Yeah!
勝者覇王丸。俺の名は覇王丸。エイドの土産に覚えておきな。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずの大玉木繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の浄化昇天を見届けた覇王丸。崩壊する空間から抜け出し、最初に目にしたのは、辺り一面に咲き乱れる美しい桜だった。彼女を弔うがごとく酒を傾け、覇王丸は彼女が最後に残した桜花爛漫を味わうのであった。静か御前が引き起こした災禍より数ヶ月、剣豪の噂話を耳にし、覇王丸はとある町を訪れた。後にこの出来事を語った町人曰く、彼の目の奥では尽きることのない闘志が炎のごとく燃え上がっていたという。覇王丸の旅路は終わらない。侍として、男として、その手に真の最強をつかむまでは。武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となりて目の前の敵すべてを斬る。I won't tell.
さて、次はどんな奴と出会えるか楽しみだね。